皆さんこんにちは。最近 SAOIF をこれから始めて追いつけるのみたいなコメントがよく来るので、ちょっと答えていこうかと思います。で、結論から言うと追いつくことはできます。全然。ちょっとこの画面右上を見てほしいんですが、このトータルパワーっていうやつが某七つ玉のアニメでいうところの戦闘力みたいなやつなんですけど、まあ正確に言うと全然そのこのトータルパワーの数値だから強いとは限らないんですけど、その絶対にこれの通りにその数値が高いから絶対強いとか、数値が低いから弱いとも言い切れないんですよ。あの持っているスキルレコードによるよったり、まあスキル編成が上手いかどうかとか、まあ知識あるとかいろいろあるんですけど、まあ大体そのこれは努力した分がこの数値になるみたいな感じだと思っていいやつなんですけど、まあこれがね、そのトータルパワー今多分トッププレイヤーで言うとトータルパワー28万以上になると思うんです。30万いってる人いんのかな、わかんないけど、まあそこら辺がトッププレイヤーなんですけど、その28万っていう数字高いんですけど、これ今の環境で始めるとちょっと50層以下のモブが昔より弱化したっていうのもあって、まあパワーバランス調整で前弱化したんですけど、そういうのもあって始めて半年で20万とかいっちゃう人もいるくらいなんですよ。まあ相当やり込んでる人なんですけど、まあそうじゃなくても、まあ始めてもう半年とか1年でそう20万とかいっちゃう人も全然いるんで、そう考えると本当にもう追いつけるような環境だと思っていいです。あとはスキルレコードが揃ってるかどうかなんで。で、まあ前回の動画、あの5周年で何が来るかみたいなやつやったんですけど、まあこれ新規プレイヤー向け調整っていうのを運営がやるみたいなんですよ、5周年で。で、これは第8層以降の獲得経験値量って、これストーリークリアしていくごとにこのメインクエストっていうのが勝手に達成扱いになるんですけど、このクリア報酬で、あのもらえるこの報酬経験値ってやつかな、これがね、高くなって、で進めていくだけでレベルが140に到達するようにこう調整されるみたいな。あとサブクエストっていうね、そのレベリングするときに何回も受けて、まあ報酬経験値がもらえるっていうので、まあレベリングの基本となるクエストなんですけど、まあこれもね、あの情報修正されるみたいなんで、すぐレベルが追いつけるっていうのと、まあこのルクスインテグラルシリーズって書いてあるんですけど、これなんか迷宮区を何回も何回も周回して作るめちゃくちゃ強い武器があるんですけど、まあなんちゃらインテグラルシリーズっていう武器があって、でその中で一番装備可能レベル高いやつがこのゲームで一番強いやつなんですよ。俺が今装備しているこのアスタロットってやつが今一番その強い部類のやつなんですけど、まあこのねボーナスっていうのもあるんですけど、これはちょっとねバランスで微妙なんですけど、まあとにかくね、その中でそのルクスインテグラルシリーズっていうのが最初からその3番目に出たシリーズなんですけど、それが作れるっていうだけでめちゃくちゃね、強くなる、めちゃくちゃっていうわけでもないけど、その始めたばっかりの人にとってはかなり攻撃力が上がる武器なんで、これが緩和されたっていうのがめちゃくちゃ大きくて、でその次にこの冥黒防具135緩和っていうのもめちゃくちゃ大きいんですよ。あのカオス討滅戦っていう、まあカオス防具とか冥黒防具とか呼ばれるやつが、まあこのゲームのやり込み要素、もう一つのやり込み要素になってて、でそれで本当にね、めったに出ないまあアイテムとかね、まあドロップしたらそれでまあ作れるんですけど、まあしなかったらまあ周回何回もしてるうちにかけらっていうのが手に入って、それで生産して、まあその希少ドロップのやつが生産で作れるんですけど、まあこれの135緩和っていうのがめちゃくちゃ大きいんですよ。まあこれ11月30日に来るやつなんですけど、まあこれ俺今この135の防具つけてるんですよ。この135の防具でも、あのタンクって言って敵の攻撃を耐え切る役割、敵のあのヘイトを稼いで、あの攻撃を耐え切る役割があるんですけど、まあそれができてしまうんで、ちゃんとスキル編成とかしっかりやって、まあ知識もちゃんとあればできるので、まあこれでね、できてしまうんで、まあそれがすごく大きいんですよね。もうそれなりに防御力が高くなるので。まあこういう風に、まあ新規プレイヤー向け調整っていうのが、いっぱいやってくれてるんで、だんだんその、いろんなコンテンツが出ていっても、その新規プレイヤー向け調整っていうのが多分今後定期的にされるんじゃないかって思うので、てかされてきたので今まで少しずつね、多分されると思うので、これから始めて追いつけるかっていう質問に対しては追いつけると言っておきます。
ただよく言われてることが、まあ、追いつけるのって言ってる人は追いつけないみたいなことは言われてる。なんでかっていうと、追いつけるかどうかとかいちいち気にしながら周回してる人は、もう周回してるうちにその気象ドロップが全然出ないっていうのをいちいち気にする人が多くて、もう早くにでも強くなりたいみたいな感じですごい焦ってるんですよ。それで出ねえ出ねえって、なんか気象ドロップ落ちない落ちないとか言ってるうちに、もうなんだよ落ちないんじゃねえかよみたいな、すぐ強くなれないじゃないかよって言ってやめちゃう人が多いんで、まあすぐにでも強くなれるゲームではないって理解しつつ、まあぼーっとでも周回しても長く続けてればそのうちねドロップするんで、全然まあ、1日例えばあの50回とか100回周回したらね、もう1週間ぐらいやれば全然ねドロップするんで、1個は最低でも、いや1個ドロップするかな、するかしないかぐらいですけど、もう全然それくらいいけるんで、まあ、1日出ないとか全然ねあるんで、その希少ドロップアイテムが、だからそれでねそのボートでも続けられるのが一番いいんで、そんな感じで長くね続けられてる人が強くなるゲームで、まあみんななんかその希少ドロップアイテムがなんか出ないっていうのをすげえ気にしてるんですけど、正直あの武装石がその出るか出ないかより、この熟練度スキルっていうのを全部カンストする方がはるかに大変なので、もっと時間がかかるんで、まあ瓶集めだと思ってやった方がいいのかなって思いました。でまあこの新規プレイヤー向け調整ってやつ、これから始める人、まだ始めてない人はこの5周年になってから始めた方がいいのみたいなコメントがあったんですけど、それについてはもう本当に今すぐ始めた方がいいです。まあこの情報修正がされるっていうのは、今までやってきた人にもなんか補填みたいなのがあるらしいんで、その経験値クリスタルみたいなので、だから今からやってても全然大丈夫だし、正直言うとその経験値クリスタルとか、もうその経験値ってもうゲーム内で後でいくらでも稼げるものなんですよ、時間さえかければ。でもこの今やってるこの無料オーダーってやつは、この5周年前までのこの11月30日までってなってるじゃないですか、開催期間が。だから今のうちにやっとかないとこれ引けないので、で5周年来ちゃうともうこれが引けなくなっちゃうので、もし始めるんだったら今すぐ始めた方がいいです。これはもう本当にガチャなんで、そのお金かけていっぱいね引けるようにはなってるけど、まあ一応ねゲーム内でその課金石みたいな、アルカナジムみたいなのは手に入るけど、まあちょっと限界があるんで、引けるんだったら今のうち引いた方がいいです。まあ全然あの無課金でやってる人もいっぱいいるし、無課金でも全然十分強くなれます。ただやっぱスキルレコードは、スキルレコードってこれガチャで引くやつねがいっぱいあった方がいいに越したことはない、いいんで、いいに越したことはないってなんだいいんで、あとは無料オーダーだけじゃなくって、まああのデイリーミッションっていうのがあるんですけど、1日ね50ジェムもらえるアルカナジェムっていうのが、まあ課金石みたいなやつなんですけどもらえるし、まあ今の期間で言うと、まあイベントでクラインのハッピーダンジョンっていうのがやってるんですよ。これキャラクターの誕生日が来るたびに、なんかこういうハッピーダンジョンっていうのが開催されるんですけど、これ毎日やってれば最大でアルカナジェム500がもらえて、でこれ課金石がねあの集まるんで、マジ今すぐ始めた方がいいです、もし始めるんだったら。俺の回答は大体こんな感じです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。またね。